NVCS とは、日産自動車の4サイクルガソリンエンジンに搭載される、位相可変型可変バルブタイミング機構及び、その技術である。可変バルブタイミング機構の元祖的な存在。本校では、その発展系である、CVTC 及びイベトックについても併記する。通常、吸気バルブの開閉タイミングは早いほど、流速の遅い低、中回転域では、 混合技の吸入効率が向上し、オーバーラップも増えることで、さらに効率は高くなる。しかし負荷が小さい状態などでは、不安定になる傾向があり、高回転域では早閉じにより、吸気の重点効率が落ちパワーが不足する。逆に開閉タイミングが遅いと、軽負荷時の低、中回転域は安定し、遅閉じによる完成効果によって、 高回転域での吸気の充填効率が増すが、低、中回転域は吸気効率が落ち、パワーダウンする。つまり、このどちらにも利点と欠点があり、相反関係にある。この双方の特性を利用し、一定の回転域内で特定の条件が揃った場合に、吸気バルブの開閉時期を進化し、好ましいバルブタイミングに近づけるのが NVCS である。 カムイソ変化は2段階であり、初期のものは、作動角は広くはないものの、従来のタイミング固定方式に比べて、回転域を問わず、全体的にトルクが向上し、燃費の向上を実現した。吸気側のカムシャフトのスプロケット内に、油圧により動作するピストンが内蔵されている。高回転時において、VTC ソレノイドより油圧がかかると、スプロケットの中心にある、 オイルラインを経由してピストンが押し込まれ、ピストンはスプロケットに内蔵されているヘリカルギアの効果により回転しながら移動し、それに合わせてカムシャフトの回転角に位相を与える。逆に油圧がかからなくなるとスプロケットに内蔵されたリターンスプリングによりピストンが押し戻されるがヘリカルギアによって回転しながら戻るためカムシャフトの位相も元に戻る。 この一連の動作において、スプロケット自体は、タイミングベルト、またはタイミングチェーンに噛み合わさっているため、クランクシャフトに対する位相は変化しない。類似の機構としては、トヨタの VVT が挙げられる。NVCS のように、低回転域及び高回転域の2段階のみの変化ではなく、エンジン回転数やスロットル回度などの状況に応じ、連続して、 バルブタイミングを変化させる。日立製作所が VTC として開発。コンティニュアスバルブタイミングコントロールの略。油圧を用いるのは NVCS と同じだが構造はヘリカルスプライン式ではなく、弁式となる。吸気と排気の両方に採用した場合は、ツイン CVTC と呼称される。類似の機構としては、トヨタの VVTI が挙げられる。電磁式。 CVTG と呼称する場合もある。電磁クラッチとヘリカルギアを利用した連続可変バルブタイミング機構。エレクトロニックバルブタイミングコントロールの略。電磁式としては世界初としている。2001年 V35 型スカイラインに搭載された VQ30DD に初採用された。イベトックユニットは引きたいバルブ製である。なお、 引きたバルブは、イベトックを NTVCP と呼称している。油圧駆動の CVTC に対するメリットは、低温時や十分な油圧が得られない低回転域でも、狙い通りのバルブタイミングを実現させることができる、ことと、油圧を制御する、ソレノイドバルブとともに、シリンダーヘッドなどの周辺部品に、油地を形成する必要がなく、レイアウトの自由度が高いことなどである。デメリットは、 構成部品が多く、コストが高いことである。当初は、吸気側に採用されたが、VQ35 での一部モデルでは、吸気と排気の両方に採用された。また、VQHR エンジンでは、排気側に採用されたが、吸気側は、油圧式、CVTC となった。VQ37VHR では、ビルと油圧式、CVTC が、 組み合わせとなるイベトックは採用されていない。油圧ではなく、電気を用いる可変バルブタイミング機構としては、トヨタの VVTE があるが、VVTE は、電磁クラッチではなくモーターを用いる、全く別の方式となる。2016年5月にシェフラーが日産と協業で、電動式の可変バルブタイミング機構を開発したと発表しているため、今後のイベトックに影響してくるものと思われる。 ありがとうございます。